インスタグラム400万人突破も消えた平野市用のテレビ CM、その背後に潜む複雑な舞台裏。今年5月にジャニーズ事務所を退除し、7月からインスタグラムを開始した平野市用。そのインスタグラムのフォロワー数が、わずか数ヶ月で401万人を突破した。彼の投稿には多くのコメントが寄せられ、中には抽象も参見されるが、 それはまさに金プリファンの注目を浴びている証拠と言える。ところが、その一方で平野のテレビ CM が急激に減少しているという異変が広告業界で噂されている。これにはジャニーズ事務所の性加害問題に関連した複雑な背景が絡んでいるとされている。 本校では、平野仕様のインスタグラム400万人突破と同時に消えたテレビ CM の舞台裏に迫ります。平野仕様の会進撃平野仕様がジャニーズ事務所を退所し、インスタグラムを開始してからわずかの間でフォロワー数が400万人を突破したことは、彼の人気の高さを物語っている。彼の新しい活動の場となった SNS では、 新規投稿ごとに2番人以上のコメントが寄せられ、これには賛否両論の意見が混在している。広告代理店関係者によれば、その中には企業や広告代理店に影響力のある Z 世代のファンも多く含まれており、これが平野の強みとなっているという。しかし、彼のファン層に変化が生じているとの報告がある。ジャニーズ事務所の性加害問題に関連して、 キングプリンスへのファンであるティアラたちの怒りと不満が爆発しているとされている。ティアラたちは平野や他のメンバーの脱退に際し、レーベルを買い支え、ヒット曲を生み出すなどの活動で重要な存在となっていた。しかし、ジャニーズ事務所の対応に不満を抱き、その怒りを SNS へで爆発させている。 平野仕様の CM 契約の影響平野仕様はジャニーズ事務所を辞めてもなお広告業界とのつながりが続いていた。特に P&G 社のパブリーズ CM ではジャニーズ事務所を辞めた後も CM に起用されており、これは外資系企業がジャニーズ事務所に忖度せずに個々のタレントの実力を評価している恒例とされていた。 ところが、8月25日になって突如として平野の代わりににわ男子の道江俊優が起用された。この変更は、性加害問題に関する特別チームの会見の4日前に行われ、これがティアラたちの怒りをさらに煽る結果となった。広告代理店関係者によると、これは藤島ジュリー景子前社長のお気に入りだった道へにスイッチしたため、 ティアラの怒りを引き起こす結果となったという。インスタグラムとテレビ CM の対比なぜ平野耀のインスタグラムは400万人を超え、一方でテレビ CM は減少しているのか。これについて SNS と伝統的なメディアとの関係に注目する必要がある。インスタグラムは個々のアーティストや有名人が 直接ファンと交流できるプラットフォームであり、ファンがアーティストの日常や考えを知る手段として非常に重要である。特に Z 世代は SNS を積極的に利用し、自らのアイドルや好きなタレントと直接つながりたいと考えている。そのため、平野のインスタグラムが成功しているのは、彼がファンとのコミュニケーションを大切にしているからと言えるだろう。 一方でテレビ CM は企業とタレントの協力によって制作されるものであり企業のイメージや商品を広告するための手段である。ジャニーズ事務所を辞めたことで一部の企業が彼を起用しなくなったことはテレビ CM の仕組み上避けられない現実である。特に性課題問題の影響を受けているため 広告代理店は慎重にタレントの起用を検討せざるを得ない状況にある。平野耀とティアラの関係平野様とティアラの関係は彼らがジャニーズ事務所を辞めたことで新たな局面に直面している。ティアラはその活動を通じてキンプリに多大なサポートを提供しており、ジャニーズ事務所の対応に不満を抱いている。彼女たちの怒りは 平野がジャニーズ事務所を辞めたことで生まれた平野切によって一気に沸騰したと言える。一方で P&G 社のパブリーズ CM の変更はティアラたちの怒りを新たな高まりに導いた。彼女たちは平野を応援し彼の代わりに道へが起用されたことでその怒りを爆発させた。このような状況が 広告業界とアーキスト、そしてファンとの三者間での複雑な緊張関係を生み出している。藤島ジュリー稽古前社長への不満ティアラたちの不満の対象となっているのは、ジャニーズ事務所の前社長である藤島ジュリー稽古氏だ。性加害問題に対するジャニーズ事務所の対応に不満を持つティアラたちは、藤島氏に対しても強い遠倉の声を上げている。彼女たちは、 藤島氏が金プリのメンバーに対して誠実な対応をしなかったことを非難し、彼女の辞任を求めている。特に藤島氏がそのまま株主として残っていることに対する不満が大きい。ティアラたちは藤島前社長はもっと早く辞めるべきだった、とし、彼女を先般と呼びながら、その立場に不満を抱いている。この不満が、 平野の活動に対するティアラたちの反発を一層強めていると見られる。結論平野仕様のインスタグラム400万人突破は彼の個人的な成功とみなされる一方で、ジャニーズ事務所の性加害問題とティアラたちの不満によって、その他の活動に影響が及んでいることが明らかとなった。彼のテレビ CM が急激に減少したのは、 企業としてのイメージを損なわないよう慎重な選択を迫られた結果である。一方で、ティアラたちの怒りは、ジャニーズ事務所や広告業界において大きな波紋を広げている。藤島樹林稽子前社長に対する不満が募り、その影響がティアラたちの活動に及んでいることは否めない。この複雑な舞台裏には、アーティストとファン、 企業と広告業界の関係が絡み合っており、今後の展開が注目される。